はいどうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。グリーンカップ最終グランプリやっていきましょう。さあ 200cc ということで、とにかく加速と曲がりやすさを重視したカスタマイズで来ました。パタテンテンに、軽量級の CJ さんに、ローラータイヤと、黙々バルブを装備しております。 200cc はね、一応この大会の前にちょろっとだけ練習したんですけど、まあね、そもそもの話が 200cc ほとんどやってなくてなかなか苦手だったんですけど、まあ、このコーナリングはうまくいったかなと思ったところに赤コーラを食らうという羽目になる。ちなみに今回は個人戦でございます。危ねえ、もうちょっとであいつに当たるところだったと思いながら、ファイヤーで、ケンさんを当てていく。ケンさんさんに当てていく。ブーメラン危ない、もうごちゃごちゃなってアイテムも取れないし、でもなんとかジャンプを決めていく。誰かが落ちたのを見た。そしてウサスさんを視界に捉える。ケンさんさんに抜かれる。そして、おっと最終セクション早い。さすが 200cc 柵がないので私は落ちる。本当に苦手なんですよね。6位だと思っていたら一気にどんどん順位を落とす。ここから8位、そしてサンダーも上げる。そしてスタートキラーに抜かれていく。そしてなぜかここでまた落ちる。膨らんで落ちる。しかもスターというね、スターなんてねいらないんですよね正直。そして落ちると、でもう目の前がゴールということで、はい終わりました。再開でございます。本当に慣れないです。ちなみに、ここでは、ピーマンさんに代わって、バームクーヘンのみかんさんが、ピーマンさんの枠で入っております。枠でというかな。さあ2レース目ビッグブルー、一応僕が選んだステージです。一度ね別のというか、まあ、あのかがしさんの放送にお邪魔した時にビッグブルーで1位を 200cc のビッグブルーで1位を取ったことがあるので選びました。その自信を秘めてねやっていこうと思います。ちなみに 200cc だとどうやら千早さんがガチで走るらしいので、まあね、その千早さんにも皆さん注目して、まあ、今更ですがご注目くださいと。まあ、僕はねそんな中ひたすら壁ゴンしております。曲がりきれず全然壁ゴン、曲がりきれずに全然曲がりきれずに何度も何度も壁ゴンを繰り返しております。でブレーキドリフトもね試みるんですが、 200cc をほとんどやったことがない上にブレーキドリフトもほとんどやったことがないので、散々な目に遭いながら頑張って、これでも一応頑張ってやっております。その間に1個しか取れない。しかもよりによって使いづらい金機能が出る。そしてさらにキラーを食らう。ウィンナリさんのキラーを食らう。ジーナさんもキラーで飛んでいく。しかもなぜかアイテムが金機能が消えました。多分誰かにペルサでも使われたのかなと思いながら、ここのコーナリングはなんとかうまくいったと思ったらやっぱりキラーに吹き飛ばされるわ。そしてさらにサンダーを食らって、もうキノコがどっか行きました。ここも苦手なんですよね。そうそう 200cc が苦手なんですけど、もう最後なんでもうとにかく使うしかないと。最下位は阻止といった感じでございます。そして千早さんがやはり1位と、総合は、同率最下位ということで、はい、3レース目はネオクッパシティでございます。正直ちょっともうこの辺りから心が折れそうになってますけど、まあ、最後までね諦めずにやっていくつもりでございます。ちなみに、今回も4レースです。もうこの辺りのコーナリングがね非常にグダグダになっておりますが、あまりコース構造を覚えてないながらもここのあのそこのコーナーだけはうまくいったなと。ただその後のリカバーがひどいことになりました。ピーマンさんをまた視界に捉えつつ、ピーマンさんというか今回はみかんさんかな、視界に捉えつつ走っていきますが、また謎の壁ゴンをして、そして謎の緑コーラ発射をしてそしてアイテム2個を取りに行った結果壁ゴンする。スターを取ったのでとりあえずダートに着く。
で落ちそうになってギリギリ、そして謎の柱ゴンでまた失速する。 200cc でここは走ったことがなかったので、付け焼き場にもほどがあるので、とりあえず青コーラは打っておく。トゲコーラってかな。なぜこのカスタムでこんなに速いのかと僕はひたすら尋ねておりました。そして一回逆半を切ってしまったせいですぐ落ちていきます。逆半すら当然許されない 200cc、 僕にはまだまだレベルが高いです。キラーをゲットしました。とりあえずもう悩んでらんないので、スターが切れたら使います。そしてサンダーが降ってきた、なんとか阻止できました。ただしここでやっぱり僕の超苦手な近畿のとりあえず復帰するために使ったんですが、落ちていきます。なぜか落ちていきます。なぜか思ったより加速します。だいぶ心折れてますだいぶ心折れます。だが青コーラとします。そして鉄さんに抜けず8位でフィニッシュ。さあ点数はどうなったでしょうか。単独11、まだ1桁でございます。さあファイナルレース、またしても、64番のレインボーロードでございます。泣いても笑ってもこれが最後、有終の美を飾りたい、そう思った私でございます。せめて最下位は嫌だという気持ちで、今回は無事3つ取れました。3つちゃんとダッシュ盤を踏みました。しかし謎の攻撃によりバナナもいきなり失うし、なんか突撃されていきなり再開に落ち、そして上にはカカシさんがいる。でジャンプを決めていく、ジャンプアクションも決められるところは決めていく。そしてキラーじゃないパック踏んで赤コーラを決めたり、コインを食べたり、前の人を食べたり、赤コーラを真後ろから食らう。そしてカカシさんがスターで使う、そして私はジャンプアクションでまさかのワンワンに当たるという、ワンワンの名前が出てこなかったですね、ごめんなさい。そしてさらにサンダーを食らって悲惨な目に遭いながらスターで加速。本当にね、今回アイテムが悪かったんですよ。 200cc めっちゃスターが出まくってね、そんないらねえんだよっていうね、マジでそう思いながらやってました。そんな大して加速度もないしみたいなね。そしてここでジーナさんに突き落とされてしまう。まあ軽量級も軽量級なんでね。そしてもうこの瞬間負けを悟ります、私。はい、フィニッシュ。最後は最下位で終わってしまいました。ということで2桁いけず同率最下位ということで、はい、ということでマリオカート8デラックスグリーンカップの実況をお届けしてまいりました。まあ結果から言いますと、正直めちゃくちゃ悔しいです。まあもともと僕はそんなに上手くないっていうのは自覚してたんですけど、なんか何よりああいう、まあ本番っていう言い方もおかしいですけど、そういう時にああいうミスをするっていうのがちょっとね、なんかこう自分の思う走りすらできなかったっていうのが本当に悔しかったです。まあベストを尽くして負けるならまだしもってところなんですけど、ベストすら尽くせてなかったというのが本当にね悔しかったんですよ。はい、まあでもただ本当に大会自体はめちゃくちゃ楽しかったですね。それこそ、まあ、有名実況者さんの千早さんとかね、マリオメーカーでコース作りのコース職人ということで有名なうささ さんとかいまして、うわすげえ目の前に千早さんが、うささ さんがとかね、すごくこうテンションが上がった、すごく楽しい大会でした。まあ、あともう一個悔しいことといえば、僕が1位を取った1グランプリ目のマリオカートスタジアムが取れてなかったことです。いや、なんでなんだろうなと思って、
こうゴールした後に、あ、やべえ、1位だと思ってスクショしようと思ったと同時に、あ、録画してねって思ったんですよね。まあそれ以降もなんとか頑張ればいいやと思ったら、あんまり良くなかった結果ばかりで、まあそういうことも含めて悔しかったかなと思います。というわけで、まあ現在このちょっと目に優しい緑ばかりの、グリーンカップという名前にふさわしい集合写真で、画像をお届けしておりますが、今回本当に、皆様ありがとうございました。今回僕が戦わせていただきましたメンバーは、ちはやさん、うささん、かかしさん、しんぐさん、浅川哲人さん、うみなぎさん、くっぱ親方さん、ジーナさん、ねこたんさん、けんさんさん、そして、このグリーンカップを企画していただきましたピーマンさん、本当にありがとうございました。楽しかったです。またもしノラとかでね、見かけたらぜひ一緒に走ってやってください。お願いします。まだまだね、本当にマリオカート自体はすごく弱いので、コメントなりツイッターなりなんなりでもうビシバシ鍛えてやってください。アドバイスとかもお待ちしておりますんで、本当にありがとうございました。もしまた次回こういう機会があったら、よければ僕もまた参加したいなと思っております。以上、ミツキックバスターでした。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。